はい、今日はですね、お子さんにも大人気のこのザラメを使った食パン、これを作っていきたいと思います。でまず材料です。強力粉、今回は国産の春豊っていうのを使っております。あとはインスタントドライイースト、お砂糖と塩、四つ葉の無塩バターと水という形ですね。配合はまた後でお話しいたします。まあ、一応配合はですね、春豊 165g、 イースト、ベーカーズパーセントでいうと、2%、まあ、約、3.3、 そして、塩は 1% ですので 1.6、 お砂糖は 4%、 少なめにしてます。今回は 6.5 というような形ですね。で、少なめにした理由は、これザラメをですね、この型の底、今回紙を敷きますけど、底とあと上、にかけるためという形で、まあ、どうしても甘くなってしまうので、パンの方はお砂糖控えめにしたという形です。で形は1本の形で焼き上げますので、これワンローフって言います。ワンローフで一つ焼き上げるっていうことをやっていきたいと思います。あ、バターの量はですね、12%、 今回は 20g 用意してるよと。先にですね、この型に入れるこの紙、これを用意するんですけど、このシートをこういうふうにくるくるって巻いてあった、ロール状の、クッキングペーパーですけど、この反ってる方を下にしてください。まずこの型に合わせて折ります。で、ここで切って、場所が悪かったですね。で、ここは全部切らないで、ここにそれで合わせて、少し耳を残したという感じですね。どういう感じで、これを取った方を下にして、紙はこう、横も取っていただいて、この耳が出てますね。これをこの外側ね、両側外側に置いて、でまず型の片っぽに入れて逆さまにして、そうすると紙が反ってるんで開いてきます。パンが入れやすいですねっていう形で、裏表こういうのも気をつけなきゃいけないよという形です。でこれふわふわしてるんで、これで折るんですけど、ここ少し上げてね、ピシッといきましょう。そうするとこうやって紙敷いとかないと、ここにザラメをね入れるんですよ。でべったり型についてしまうん でこうやって偏ったもんじゃなくて、全体的にさーっとね、ちょっと広げて置いていただくと、ちょっと見せることできないんですけど、こういう感じ、全体に少し隙間が空いてもいいんでね、こういうふうに置いていただければという形です。じゃあね、これから作っていきます。水の量は今日はベーカーズパーセント 68% ですね。113用意しております。若干柔らかめの生地になります。バターも 12% で、普通のパンはうちは10なんでね、ちょっと多めですね。パンがよく伸びるように、そして少し柔らかめに作ってみよう、まあ、いわゆるふんわりしたパンを作りたいなと思っております。ザラメを使うっていうことでは、綿あめみたいなふんわり感を出したいかなといったところでの配合割合、ベーカーズパーセントにいたしました。
ではですね、これから作っていきたいと思います。パン生地作りからですね。まず材料を混ぜちゃいたいと思います。お砂糖や塩をね、離してとか、そういった近づけてなんていうのはやらなくてもいいです。なぜならこれね、ほらもう混ぜちゃうから関係ないよっていう話です。で、茶色いイーストがですね、全体にパッと入るような状態、そういう状態だったらもうこれで水を入れちゃいます。真ん中少しくぼみ作っていただいて、水は全部ザーッと入れちゃいましょう。しっかり切ってください。で、その後こうやって水がいっぱいある状態を、これを変えていきます。乾燥した小麦に吸わしたいんで、ボールとカードを上で合わせるよ、回すような感じですね。こういう感じでぐるっと大きく回していきます。下だと体の構造上小さくしか回せない、上だと大きく回せるっていうメリットがあるんで上でやってください。で、たまにカードを前後に少し生地を切り混ぜるような感じで混ぜてまたしていきます。そうすると水っぽさがあっという間になくなって、粉っぽさが残った状態にもなりますが、この時あと少しね、ここのカードとボールの壁、これ少し押し当てて回していくといいと思います。もう掃除しちゃうんですよね、綺麗に掃除しながらっていう感じで。さあ、こういう状況になりました。少し多少粉っぽさ残ってても構いません。これでこの台の上に出しちゃいます。ご覧の通りもう綺麗なんですよね。一応こういった場合ロスをなくすためにも綺麗にしっかり取りましょう。この時もここのカーブとボールのカーブ当てて、少しこのプラスチックが曲がるぐらいの押し付け感、それでぐるっと回してあげると綺麗に取れますよと。このくらい目指してください。さあ、そしたらカード2枚こうやってね合わせて綺麗にしちゃいます。で、ここからこねていくんですけど、いきなりこねません。こういった白い粉、これをパン生地に入れてからこねた方がいい。じゃあこれ入れるにはどうするか、このカード2枚使って先に混ぜていきましょう。両手にですね、平らな方を下にしていただいてパンの両側に置きます。で、横から入って真ん中まで来たら刃を立てて、ギュッギュッて挟んだらひねっていただいて、今度大胆に上からザクザクザク、この時上っ面だけじゃなくて確実に下まで切ってください。また横から入ってギュッ、はい、ひねる、切る、これを繰り返して、切った断面ベタベタしてます、ここにこういう粉をどんどん入れ込むような感じ。まあ状態によっては上にこう乗せちゃっても構いません。2、30秒で慣れてくればね、全部粉入っちゃいますんで、こんな状態にしてください。ほら、粉がない、ベタっとした状態ができました。これでカードはきれいにしていただいて、ここから手でこねていきます。こね方は利き手を使いましょう。そして、どこかっていうと手首に近いここですね、平で上からギューッと押し潰すっていう形です。指先は開いてないで閉じた方がいいです。閉じるとついここでやりたがるんですけど、あくまでもここで上から伸ばすよっていう形です。先ほどガタガタ、こうやって切って混ぜた、白い粉を入れたのは、今いきなりこうやるとパンが滑っていっちゃうんですよね。要するにこれ貼り付かせて伸ばしたいっていう話で、先ほどこうやった方が、まあ、ミキシングこねるのがやりやすいよっていうことで、先ほどこれをやったよっていう話です。さあ、その上でここからこねていくんですけど、こねる、基本的にはその目的はグルテンを作るためっていう話になります。まだ、グルテンは小麦に水を入れて力を加えたらできるよっていう話ですので、ここからグルテン作りをやっていきましょうという話。今の状態、これ引っ張ってみると全然つながってない、ブチブチ切れるような状態です。これを伸びたり縮んだりする、グルテンを作って小麦同士をつなげてあげるっていうことをします。そして先ほどのやり方でしたらば、骨時間は3分
で構いませんので、これからいきたいと思います。で、片手でやってしまったらパンをゴロゴロ転がしてるだけで、これはあんまり良くないです。上から押さえる、反対に手で押さえてギューっていう感じですね。で、4、5回やったら向きを変えて、また4、5回やってということで360度均一にこねていきます。ではスタートです。押さえて上からギューっと伸ばします。指先引っ掛けて戻していきます。2、3、4、5、4、5回やってると、こうやって手にいっぱいついてます。これいちいち取らなくていいです。なんとなくまとめて90度変えて、また4、5回。パンよりも頭をちょっと前にしましょう。重心を前にして体重をしっかりかけてあげる。力いらないです。ある意味パンにこうやって寄りかかってしまうよっていう感じ、そういう感覚でこねていきます。で、今私の手のひらにすごいゴツゴツ感を感じます。これは小麦が急に水吸ってダマになってるんで、イメージはそのダマを押し潰すようなイメージでこねていきましょう。4、5回やったら向きを変える。例えばこのままずっとやってたら、ご覧の通りここね、全然こねてないよっていう話になってしまいますので、均一にこねるためにも向きを変えてまたこねていきましょう。今ね、1分ちょっとまだこうやって手についてます。この時ね、手について大変です。それは当たり前です。グルテンができてないんでという話で、今そのグルテンを作ってるからそのままやっていきます。そうすると小麦同士のつながりの方が強くなって、手からも剥がれてきますもんね。そのままいきますよ。今1分40秒経ちました。ぎゅーぎゅー、だいたいですね、200回しっかり体重をかけるかという形で、まあ私的には時間的には3分ね、このペースでこねればグルテンはできるかなっていうふうに思っております。あと1分こねていきます。だいぶ手からも剥がれるような状況になってますね。このままちょっとこうですね、指先をこのまま曲げて少し持ち上げるっていう感じで、あと30秒。押さえてぎゅーぎゅーぎゅー、はい、これでグルテン出来上がりです。さあ、さっきはですね、引っ張ったらブチって切れたんですけどね、切れない、つながってます。まあ、生地の状態はこういう状態です、ね、ゴツゴツ感がないような状態でいきましょう。さあ、そしたら今度はここからバターを入れていきます。バターね、少し上に戻しておいて指先で広げてください。で、これを半分に折ってここからこねていきます。一旦これがせっかくつながったんですけど、ぐちゃぐちゃになりますけど、それが正解です。作ったグルテンにバターをすり込むという、作業です。じゃあまた 2,3 分ですね、やっていきます。ここでバターが早く出てこない人はこね方が少し悪いよっていう形です。上からギューッと押さえてあげて、ほら、こういうふうにバラバラになってきます。本当にバラバラにしてるわけじゃなくて、グルテン、作ったグルテンにバターをすり込んでるっていう話です。これが後々パンを焼いた時にパンがよく伸びてくれるよっていうことにつながってきますので、必ずグルテンを作ってからバターを入れる、この順番を間違えないでください。
手についてますね、べったり。だいたい2分から2分半でできますね。ぐちゃぐちゃ感がだんだんなくなってきます。あまりにもね、どっかこう広がバターがどっか出ちゃったらば、それは途中でも入れてください。ちょっとね、台の上掃除しながらやるっていう感覚でもいいかもしれません。で、あくまでもやっぱり指先ね、開かないでね、これ全然ついてないでしょ。ロスを作らないようにするためにも閉じておきましょう。やり方は上からギューッと、だいぶ生地が戻ってきました。すごく滑らかな感じになってます。今これで2分終わりました。もう少しだけやりますね。はい、これで2分半、生地はこれで出来上がりです。で、手についてのね、極力綺麗に取ってください。まあもうね、ほとんど手に残ってない状態だとは思いますが、一応綺麗にしていきます。台に広がったやつもこういう風に寄せていただいて、こんな感じですね。で、ここから最後叩くっていうことをします。よくね、叩きつけるっていう形で、やってしまう人もいるかもしれませんが、叩くっていうのはグルテン強化ですね。そんなに叩かなくても意味合い的には、グルテン強化なんですけど、そんなに強くやらなくても大丈夫です。要は、ポイントは折るっていうことが大事。どうするかちょっと見ててください。横長にしたらば、右横から親指は使わないでここで引っ張り上げます。どうでしょう、ダラーンって伸びていきますね。これをバーンじゃなくてこんな感じです。落とす感じで自分から向かって奥に返しましょう。その後手をかけて引きずってきます。具体的に言ったらば、爪を曲げ、指先曲げてこのままずっと台に触ってればいいんです。そうするとここ張りができます。また横長なんで横から拾ってトン、奥に返して持ってくる。慣れてきたら片手でもいいです。例えばよくやっちゃうのがこうやってひっくり返しちゃった、裏が見えてる時は戻してあげてまた横から取ってっていう形です。で、10回もやると非常に締まった状態になります。さっき拾ったらダラン、これが変わったよ。そう、ポイントは何かって言ったら、この折り返して持ってくるっていうことが大事。こうやって強く叩くことではないよ。強く叩かなきゃいけない生地もあるけど、ほとんどのパンはこの程度で大丈夫。しっかり折ることが大事。で、さすがに10回で少ないんで、あと20回足して全部で30回。で、こっから閉まってきたんで、こんなことしましょう。3回連続。奥に返して手前。閉まってきたんで、1回1回折り返すの大変なんです。こうやってトントントンってやると多少長くなって折り返しやすいっていう形になります。こっちを横からも取ると、奥に返して手前ね、こうやって返してないよ、このまま引きずってるよ。ここを見るとギューッと入ってるね。さあ、これで20回終わりましたんで OK で、はい、こんな感じです。これで一次発酵に行きたいと思います。これで発
候が室温で、室温今日は20度ぐらいで、50分ぐらい経ったやつですね。大きくなりました。当然これ乾かないように注意しておいてます。で、これを取り出す時にこうぐるっとかき出して本ですね、一応よくあるのはフィンガーチェックテストっていうやつなんですけど、一応まあやっておくとスッとして穴が通って、角はめくれば取れます。で、整えた上で中に残ってるガスも抜きたいんで、台の上を1、2、3、4、斜め、この時パンひっくり返さないようにいきます。手をかけて、この時これだね。で、かけ直して2、3、4、ガスを、こういう感じができたら最後キュッキュッとって、ちょっと横長にします。これでベンチタイムです。じゃあベンチタイム取ったパン、これから成形していきます。ちょっと大きくなりました。この感じで、せっかく横長にしたんで縮める動きじゃなくて、パンの下に手入れて、ここは汚れてもいいんで、このまま回してあげます。裏面が自由に動くようになったらコロン、そして表面にもつけてあげる。で、ここで軽くガス抜き、指先の方ですね、ここで、で、普通のところだとここで綿棒にしてかけて長方形にして巻いて入れてしまうっていう、これに入れるっていうのがパターンありますけど、うちはこれ2回折りです。それは中にあるガスを抜きたくないから、ふんわりしたパンを作りたいからっていう選択肢です。で、ここから折って3分の2のところで、奥から持ってきて、山の上でぎゅっとつまんで、長方形になります。で、これをここに入れるんですけど、入れ方はこう入れると紙を巻き込むんで、斜めに入れて型の中で戻して横から手を抜く、入れて戻して、そうすると紙を巻き込まず入りました。これで二次発酵おしまいです。この型から1センチ上に出たところでストップです。何度で何分というのはなく、ほとんど室温でいきました。だいたい40分ぐらいかかったかなっていう感じです。で、今度はこちらに上にもザラメ敷くんで、卵全卵で構いません、優しく全体に塗ってあげます。塗ったらば、今度はザラメ、で、真ん中のライン、真ん中を決めてから全体に広げていきましょう。今1センチぐらいですけど、この高さは、これがだいたい6、7センチ上に出るという感じです。で、200度15分で焼いちゃいます。